こんにちは。私はソックスを編むのを最近始めまして、ソックブロッカーが欲しいなっていうので、でもまだ本物を手にしたことがなくて、想像でちょっと作ってみたんですけれども、便利だったので皆さんにもお伝えしたいなと思って撮影しています。これは こういう感じで牛乳パックなのです。牛乳パックを洗ってだいたいこんな感じかなっていうのを切り取って使っています。と水通しした後にすぐにかぶせてそのままこう干せるんですね。そしてなんといってもたくさん作れるのが魅力的で、ちょっと大きめにすると、ちょっと履かせる時に工夫はいるんですけれども、ずっとこのまま保てるので、これ2枚を裏も白い方同士でくっつけると結構綺麗になるので、贈り物の時とかにも中に履かせたまま送れると思っています。もしよかったら試してみてください。